い、こんにちは、シアラスポーツです。皆さんお元気ですか？今日の修理はスラッガーさんですね。あの公式用のちょっと使い古してくたびれたグラブですが、こんな感じでフィンガーチップレースの通し方がノーマルとはちょっと違うので、動画をアップしますね。それではどうぞ。これ指の間少し広げた方がいいですか？あの締め気味がいいですか？左。分かんないです。じゃあ一般でいいです。はい、久保田さん使ってる人は割と広めが多いので、ちょっと広めにして、まあ、締めるのは締めれますので。あ、はい、はい、分かりました。一般でいいですね。ご本人は？ご本人今練習してます。練習してますか？結構広げるの？広がってくるんですか、ね、あれ広がってくるの、ね、うん、伸びてる。多分もう伸びだからすごく心配する。綺麗へん綺麗へんで人たちに、ね、広くね、浅く使う人が多いんです、スラッガーさんのグラブは。どうなんですか？うへ、うん、あのちょっと作りが違うので、うん、特徴なのはですね、ワイドヒンジって言って、ここに 1,2,3,4 つもヒンジが入ってる。ここ普通は1つしか入ってないからね。見てください、ここ広いでしょ。 あっちのやつ見てください。ここ、そうでしょ。親指の下？いや、あの小指の下ですよ。これだ。普通隙間が1列じゃないですか？あ、隙間が1列。ここの1列ですね。うん、そう。へえ。そうなんだ。前、うん、ちょっと広がってきたっていうのは気にはしてたんです。本人さんちょっと仕上がってから見ていただきましょうかね。どのぐらいか本人さん言っとったな。袋のさっき紹介袋の何かあります？パンフレットとか。この辺でちょっと、はい、高いやつは2000前後すると思うんですけど、でも刺繍入れるんであれば、あのある程度長持ちするね、ものでないと。そう、それグローブ叩くやつね。グラブ用だ。はい、スパイク。グラブ用かな。グラブ用のもそうだな。うん。
そうやな、さつきさん、グラフだったところにさ、うん、スパイケーテック次、やつのやつかで、入れてるありがとうございます。いい。たくさん、どうぞ。いいよ、いいよ。よいしょ。そうや、なんか、使っとった。チョコついてる。チョコだ。公式。
はい、どうでしたか。指先のところは一緒なんだけど、行って帰って、ウェブのところ、ウェブトップのブリッジのところがあのクロスで入るというパターンですね。はい、そうだな。それでは皆さん、さようなら。